そう今日さもうなんかどうしても言いたくなっちゃってさマジで言えないんだけどさ言えないんだけど言いたくてさ本当に困っててでもどうしても言いたくてさだからちょっとにわせみたいな言い方しかできないんだけどさ今日とんでもない海外のチームから興味ありませんかって連絡来たもう f p s やってたら絶対誰でも知ってるみたいな海外のチームから興味ありませんかって来た でも興味,興味ありませんって返すつもりまあやんわりねでもなんかすげえ痛くなったうわーってちょっとおもろそうって思った一瞬ねうわうるせえちょっと待ってのあのいやじゃ,じゃんマがじゃタマがやばいうるさすぎる <laughs> 毎回俺これシークレットモードで開くからあ<ー>音量がマックスなんすよね すいや、今、タイミング的に紛らわしいなと思いながら言いましたもん。あまりの音量に俺のやつも音が音が音かかるんで。あ、じゃあ流したらまずい。もしして。別に構わないですけど。MDMA に怒られません俺。MDMA じゃねえ。MDMA じゃねえ。MDMA じゃねえ。なんだっけえっと、d m c か。DMCA。DNS はどうこうではない。まず。 韓国語で戸惑うのやめてや。え今、はにゃって言ったの今、はにゃって言いましたよ。あはにゃって言ったら、俺、アニョンって聞くと。はにょンじゃないアイセンさん、韓国語がうまいから。まあそうですね、韓国語ゴスです。ゴスまあでもそんなにですけど、<laughs> そんなに韓国語のチャルムロレーですけどね。 ええ、ええ、半額がね、チャルマルラヤですね。ああ。これ大丈夫ですか、もしかして。あ、なんかすげえ、いい声になったの。あ、もしかして、こ。あ。わかりました。マイクの裏表逆もしかして。え、そんなことはない。え、待ってくださいよ。はい。 ああれさ、料理してる料理してる台所の壁にコンデンサマイク貼ってんの、やばいだろ。あんなに湿気出るところでコンデンサマイク貼ってんのは自殺行為だよ。だコンデンサマイクは自殺行為だよ。でも、タコマさん、今なんともないですよね。 あ今なといじゃあ、本当<う>壊れるまでやってほしい。じゃあ、甲さん寝てたからその帽子なんですかせやせやしてたんで。<laughs> 愛生さんのタコマンさんに怒られますよっていうのを見て、はい、よし、タコマンさんに怒られるからちゃんと寝とこうって告知しました。ごめんなさい、タコマンさん。なんかそれ、俺が怖い人みたいじゃないですかいいいいすいません、本当に。本当に申し訳ないです。 俺からもタコマンさんすいませんほ <laughs> <laughs> <ょっ> <laughs> んとすかこの流れは <laughs> あれだったなタコマンさんの俺が怖いみたいじゃないですかなんかあ,のあれ思い出したな,なんだっけファブルみたいだった俺が偉そうにしてるみてえじゃねえか馬俺 FPS 目は俺なんだっけあいつの名前山岡か 山岡屋食いてー人生で3回ぐらいしかうわーよしふざけんなよ配信うま俺 Not visible 何こいつかわいいえこっち見た怖い俺助かってねやもん あのー、何が起きてるかわかんない、俺。全然わかんなかった。かわいそうに、うててなあ,あ、あの、お、おち、落ちちゃってですね。あ,あ、落ちちゃってね。あ,あ、あ,あ、まあ、秘密すん、ね、え。じゃ、あもう落ちる。こつです。やだ、だめだね。だよね、だよね。よーだよね。あれ、これ、<laughs> 相葉さんは。女多いな。女 <laughs> 多いな。女 <laughs> 多, <laughs> <laughs> 多いな、やばくね。<laughs> いや待ってのさんんっええーえー、俺ホロンさんもわかんなくなっちゃったいやでも俺最初に言ったのがタコマンさん5割、うん、加藤さん3割釈迦さん1割になるんですよそこは俺下の二郎の話でタコマンさん加藤さんの釣りで俺はもう正直ホロンさんはゼロだと思ってたんですよねいやこれでも僕 今、大川さんに2人で釈迦さんと僕で入れて、で、そう、ホロンさんは俺に入れたんですよねですよ。はい。え、俺、釈迦さんに入れましたよ、ちなみに。えそ,うそうそうそう、はい、だ,だから俺は急にホロンさんが怪しくなってて、そう、あの、大川さん。いやあの、俺が釈迦さんにいた理由っていうのは、うん、さっきの和音君の話と大川さんの話が腑に落ちたんですよ。俺は最初、大川さんに入れると思ってたんですよ。 うん、で俺とでもンく君は大川さんに入れえ俺ってえちょっと待ってワンく君信じすぎるのもかんない君の話も大川さんの話も腑に落ちたちゃったから釈迦さんに入れてでその実際大川さんが死んでるんですよ、うん、自分の中で一番黒かった。えじゃあホロンさんはえ大川さんが一番黒かったのに俺に入れてで下の殺人は4人殺人が起きてタコマンさんと加藤さんを釣ったのに。 俺である可能性があるって考えたってことですよね。ゼロではないからね。で、えっと最後エレベーター乗るときに、うん、お子さんとすれ違った記憶がうっすらとあるんですよね。まあその子をちょっと、うん、可能性あるかもしれい。時間ください。時間。僕がさっきから気にしてたのは、て、はいうかもう感情の話なんですけど、えっとアイ、はい、さん間違えてると思ってるのに、えっと社花、はい、さんホロンさんがラインあって大カさんが黒ってなったら、はい、僕の責任だっていうのがずっとあって、まあそういう。 いやでも釈迦さんホロンさんがラインあると思ってたし二人もそう言ってたんでで、うん、意見曲げたホロンさんの方が僕は怪しいと思っちゃいます今の番組だといや,いやでも俺はちょっと待っと俺とワオン君の話を信じられたから釈迦さんに入れたのちょっと待ってちょっと待って俺どっち信じたらいいのえ分かんないマジで俺は釈迦さんに入れたい <laughs> あっシューホロンさんに入るさっきのワオン君とお母さんは知ってうわー